今日からゴールデンウィークの後半が始まりました。東京から各地に向かう下りの混雑のピークは今日と予想されていて、駅では朝から多くの人で混み合いました。午前10時の東京駅です。ホームには新幹線を乗る人の長い列ができています。大型連休期間は全席指定席としている東海道新幹線ののぞみも、午前の下りはほとんどが 100% の乗車率となりました。東京駅は朝からスーツケースを持った人や大勢の家族連れで混み合いました。久しぶりに親に会うので親孝行したいなと思います。遊びたい。どんな遊びしたいですか？本読んだりおもちゃで遊ぶ。たこ焼き、お好み焼きとか名物いろいろ食べたいです。すごいたくさんいますね。なんか進むのにもいろいろ大変で、でもなんとか来れてよかったです。 JR によりますと、今日の東海道新幹線は午前の下りの指定席はほぼ満席で、午後の下りの指定席には空席があるということです。また上りのピークについては連休最終日の月曜日を見込んでいるということです。